とかで言うと、大体ジグ式って20年前ぐらいからスタートして、まあ、今だともうほぼほぼジグ以外は入ってないような、あの、市場の状況だったりっていうのもやはりあるみたいなので、まあ、そういうこうトレンドっていうものを見ていくと、投資ができるところはやはりしていくっていうことは結構重要なのかなとは思ってるっていうところと、あと今おっしゃられてた若手の方の教育みたいなところ、非常に本当重要だと思ってまして、やはり機会があっても特にジグとかって勉強しないとできない部分ですし、きちんとこう社内で持ってるノウハウみたいなものもこう引き継いでいかないといけない部分だというふうに思いますんで、まあ、例えば今回補助金のお話も少し混ぜてっていうところで言うと、あの、事業再構築補助金というものは建物の改装ができるというところが一つポイントがあるのと、あとはあの研修費用とかも入るんですね。なので、まあ、例えばですけど研修費用みたいなところも含めて、機器の設備投資をしておくと、メーカーの方ももちろん販売した際にはそれなりの説明はするでしょうけど、やはりその後の有料のセミナーを、お願いしているのかどうかというと、これやはり内容が変わってくるというか、あの、できる範囲がやっぱ変わってきますので、まあ、そういったところで補助金というものを使うというのも一つだと思いますし、あと、あの、助成金、実はあの、助成金って、あの、使われてる企業全体、日本全体でも 6% ぐらいしかないんですよ。で、助成金とかで言うと、まあ、例えば入社3年以内の方とかだと、45% 研修の費用が補助されて、バックしていただくとかです。まあ、そういったところも、補助いただけるような仕組みもありますんで、まあ、そういったところをこう仕組み化していって、まあ、特に若い方だったりとか、これから覚えてもらいたいという方に対して、補助金での設備投資の検討、そして助成金を使っての、社員研修みたいなところを、併用していくと、まあ、こういう技術というものの習得っていうのは、まあ、普通やるよりはだいぶ楽になるのかなというふうに思ったりはしているという、ところかなというふうに思いました。それでは宮崎県の、部会長の平井さん。はい、さんは中古車と整備をメインでされてる会社ですね。はい、そうです。はい、平井さん、2000万あったら何を買いますか？そうですね。とりあえず、今、まあ、冒頭に、あの、木下さんのお話であった通り、あの、事業、あの、再構築の補助金。まあ、この話を、ちょっとあの、遡ってこれ請求できるんですかね。あ、そうですね。今年の2月15日、からのものでしたら遡れますので。はい。そこでちょっと諦めないといけないんですけども、そうですね。実はあの、2年前ぐらいに、工場をちょっと新設しまして、で、やっぱそこで3000万ぐらいかかったんですよ。まあ、これからさすがにその2000万あったらって思うと、まあ、とりあえず、一旦返済したいなと思うんですけども、ただ今日のですね、その、セミナーのパート1ですかね、の、あの、B ライトさんの小野社長の、うん、をちょっと拝聴させてもらったんですけども、まあ、テスラの認定に、まあ、なられてるというところで、うん、宮崎でも最近、まあ、たまにこう、見かけるようになってきたんですけども、どこで整備してんのかなって思うわけですよね。で、これからまあそのまあ電気化、まあその国内のその電気自動車もまあそうなんですけども、まあ ADAS やまあ SDA ですかね、まあそういった新しい技術にまあ対応するやっぱり設備投資、また新素材ですね、まあそういう部分についての勉強会っていうののまあ設備投資にやっぱその当てたいなっていうふうには思うんですけども、ただ先ほどの関根さんの話の中にもあったんですけども、過剰な